テーマですね。即決即断の習慣を身につける秘訣ということで、ちょっとお話をしようかなと思います。で、今のところ、こうですね、いろんなプロジェクトに関わらせていただいてるんですけども、私が関わらせていただいているたくさんのプロジェクトは、実は複数のプロジェクト同時に、動いてるんですけれども、コンフォートゾーンの、抽象度の高いプロジェクトばかりなので、そこに関わってる方がですね、すごいスピード感がすごいですね。スピードが速いというか、だから意思決定のその、スピードが速いし、あとは行動力ですね、行動のスピードが速い、またまさに即決即断即行動みたいな感じの方が非常に多くいらっしゃって、そこに身を置くだけで、そんな感覚になってくるかなと。ただしちょっとポイントがあるとしたらですね、何でもかんでも即決即断して即行動してその場でやってしまえばいいでしょうって、そういうことではないので、そこだけなんか注意かなと思うんですけどね。何かこう不穏なハプトゥを感じるとかね皆さんの中ではそんなことはあんまりないのかもしれないですが、私の中でいろいろやっぱり声かけていただくことがあるんですけども、ちらっとでもハプトゥを感じたらやらないですよね。で、それは何かというと、やっぱ無意識が、いろんなものを拾ってる可能性があるなと思って、これはもう自分の、コーチングマインドをですね、理論を学んで実践してきて、もう10年以上経ってますけれども、2009年から本格的に学び始めたんで、結構な期間経ってるんですけど、トマウチ博士ルータイスから、学んできた大きな柱の一つが、まさに、ワントゥーだけをやる。で、ハフトはやらない。で、そこの意味はすごく大きなものがあると思ってまして、で、もちろんそれはプリンシプルとして、もしくはそういう理論として、そういうことをやっていけばいいよねって、皆さん多くの人とか、ほとんどの人が知ってると思うんですね。ワントゥー24時間365日だよねと。なんでっていうところですね。パフォーマンスは高いからだよっていうこともあるんですけど、当然それは、ど真ん中のことであるんですけども、ハフトゥを感じることをやったらですね、何か起きるんですね。私の中で言うと、やらないと決めてるんですけども、過去、ちらっとでもハフトゥを感じたことに、いろんな、事情があって、やったことがあるんですね。もちろんコーチングを学んでからの話なんですけども、それ以降はもうやってませんけどね。一時期まだハフトゥがちょっとまだ、混ざってた頃があるんですけど、これ正直に言うと、理論は分かってるんですよ。理論では分かってるんですけど、プロの講師となっても、前もいろんなところで伝えてるかもしれない。1年ぐらいはですね、ハフトゥーがちょっとチラッとかかってても、それしょうがないよねってどっかでこう、ちょっとごまかしてる自分がいたんだと思うんですよね。いや、だってもともとは仕事ハフトゥーだと思ってたんで、信じて疑わなかったんで、それを思いっきりひっくり返せっていうことで、頭では理解しても体がついていかないみたいなことが約1年ぐらいありました。正直言うと。それは、生活のためには普通の仕事をするのは当たり前でしょうっていうふうにどっかで思ってて、いやいや、とは言っても、9時5時もワントゥー、アフター5もワントゥー、土日もワントゥー、24時間365日ワントゥーだぞって。だからルーもトマウチ博士も言うわけで、そうです、そうです、ってね。もうそういうことですなんて言って、自分ではうなずいてたんですけど、その一方で、収入を得ていくために、会社を辞めて独立起業してるときにですね、ちょっと先輩から、紹介してもらった、やっぱりチラッとハフトを感じるようなコンサルの案件とかをですね、受けてたんですよね。結構フィーがいいんですよ。毎月毎月のその売り上げがすごいでかいんですね。コンサルティングファームからいただくような仕事ってのは大きいんですよ。結構な金額で。で、それが生活のためだからいいでしょうと。ハフトゥー、ワントゥー、ちらっとハフトゥーを感じても、生活のためだからね、なんて感じでやってたんですけど、これが非常に後々見たら良くなかったですね。で、結論から言うと、ある日を境にピシッと、線引きをしてるんですよ。白黒つけ、グレーゾーンを作らずに、完全にワントゥーにしました。だから、もうすぐ断ったんです。それはどういうことかって言ったら、詳しく話すと講座になっちゃうんで、大丈夫ですかね、これ。軽めにしときましょうね。でも、コアの部分はちょっと伝えますけど。そろそろ、
さすがにハフトやってる人いないよねみたいな雰囲気の講座があったんですね、友達博士の。で、それで、あ、自分のことがちょっとバレてるかも、みたいなね、ことで、見直してですね、その日に早速先輩にすぐ連絡をして、少なくとも月末まではね、仕事しなきゃいけないんで、仕事して、来月からの毎月延長、自動更新のプロジェクトだったんですけど、それを最短で全部やめさせてて、3つくらいやってたかな、プロジェクト。3つくらいやってたんで、全部閉じて、終わりにさせていただきました。引き継ぎはちゃんと責任を持ってしましたけどもね。ということで、ふと感じるものでも生活のためだなんて言ってやってた自分がやっぱりコーチとしては違うなっていうところをちゃんと線引きをしたんですけども。で、ウォントゥーのことしかやらないっていうことで、まあ、コーチ業に専念したんですよね。で、いや、これで本当にこれはどういう状況になるんだろうと思ってましたけど、まあその結果、すごいエネルギーが出てきて、まあもう、背水の陣じゃないですけどね。もうやるんだって決めたらもうやるしかないんで、前しか見ないですよね。すごい勢いで、情報発信をしたりとか、セミナーを開催したりとか、コーチングの募集を仕掛けたりとかしながら、提案とかその営業カットはしないですよ。営業カットはしないけれども、情報を例えば発信して、当時はまだ YouTube やってなかったかもしれない。その直後ぐらいに YouTube やったかもしれないですけども、Twitter とかですね、当時。今の X ですけど、Twitter とか Facebook だとか、メルマガとかなんかそんなのを駆使して、情報発信をして、マーケティング強化して、で、気がついたらですね、クライアントが何人もついてる状況を作ることができたんですね。で、これが、まあ自分にとって大きなターニングポイントになったことはもう間違いないかなと思うんですけど、Wantoo100% って未だに言えます。っていうか、それがまさにコーチングマインドを、自分の中にインストールして、そしてそれを実践するってことなんです。ということで、その中でもですね、チラッとでもハフトを感じるときって、やっぱり未だにっていうか最近はないんですけれども、ここ数年でも何回かあったかな。でも結果として何をやったかって、やんわりお断りですよね。で、それは結局は、何かに仕掛けられてるとか、あとは、ちょっと案件の中身は当然言えませんけれども、なんかコーチングを使って金稼ぎをするみたいな、なんかそれっぽいニュアンスの、プロジェクトだったりすると、ちょっと、自分はルート友達博士のもとで学んできてるとしたら、ちょっとそこは違うなと思って、そういうとこにあんまり関わらないように、今もしてますけども、してきてるんですね。ということで、即決即断は、その場で決めるという意味ではそうなんですけれども、チラッとでもなんか、でも良さそうだぞ、とかね。なんか、しかるべき筋から来た話だから大丈夫だろうっていうふうに、丸飲みしようとした瞬間に、即決即断で、チラッとでもなんかハフトを感じる、なんかちょっと違うかな、違和感を感じるぞ、とかって思ったら何かあるんですね。これは無意識は何か判断。アンテナが立っててですね、そこに何かを感じる、よくよく考えて観察してみないとわからないことかもしれないけれども、それは無意識は結構敏感に感じてるっていうのを、ここずーっと感じてきてるんですね。まあ、ウォントゥー 100% やってますから、ハフトゥーをチラッとでも感じたら、そのなんか影でも感じたら、もう一切関わらないっていうこと。だから、そこはだから即決即断なんだけれども、あれちょっと微妙だなと思ったら置いとく。触らないようにする。もしくは即決しないことにする。で、柔らかく吟味して、柔らかくお断りするみたいな感じでしょうかね。もちろん迷惑かかんないようにしなきゃいけない部分もあると思うんですけども、そういうことを基本的には注意しながらやってきてます。ということで、即決即断の習慣を身につけるという意味では、やっぱり、ゴールですよね。常にゴールをイメージし、自分が設定したゴールを達成している自分だったら、やるかどうかを、毎回見極めるってことですね。ゴールはウォントゥーなんで。当然、現状のコンフォートの外側に設定した、ウォントゥーのゴールですからね。ウォントゥー。誰が止めてもやるというね。本音でウォントゥーのゴールだから。ってことは、ウォントゥーのゴールに向かうプロセスは全部ウォントゥーですよ。だから、本当を選んでいくってこと。そこ、チラッとハフトを感じるんですけど、何かあるんですよね。なんか仕掛けられてると。
もしかしたら抽象が下がってる可能性もあるし、さっきみたいにね、ちょっとまた違う価値基準で物事を見てしまってるね。ではなくて、やっぱり未来思考で、その、ゴール基準で、今のその日々の判断をするっていうのを無意識。意識、まずは意識に上げて、日々やると、いつまでか無意識でできるようになる。そして、アラートが上がってくるとしたらですね、ピピッとなんかアラートが上がってくるのは、ちょっとなんか違和感を感じる、ハフトを感じるかも、みたいなのが、結構当たるということですね。ということで、焦らないことですね。即決即断の裏の一つの秘訣は、焦らないこと。急がないこと。なんか今決めなきゃって言うと、なんか拙速に決めてしまうみたいなのを即決即断だというふうに勘違いしてしまうと、何かにはまってしまう可能性がある。今だったら詐欺的なものに引っかかってしまうかもしれない。そこはよくこう俯瞰して抽象高い視点からちゃんとこうより正しい自分にとってのそのゴールにプラスに働くものを正しいというのであれば、ゴール基準で物事を常に判断するっていう癖をつけていけば、戻る軸は未来のゴールですからね。そういうことを常にこう検証していけば、即決即断っていうのは自然とできるようになるから、要は習慣化できるということですよね。ということで、急がないこと、焦らないことで、まあ、抽象高く冷静に自分自身でゴール側からしっかりと自分自身の今の状況と今選択しようとしているその判断がね、きちんと自分らしい判断になっているのかどうかを見極める。これじっくりやるだけでも実は結果として即決即断になってるんですよ。いや、ハフトをちらっと感じるからちょっと置いとこうかみたいな、それ優柔不断じゃないんですか。そんなことはないですね。ゴール基準なんで優柔不断じゃないですよ。ゴール基準なんだけど、なんか微妙に何かを感じるなと思ったら、何かそれは仕掛けられている可能性があるというふうに捉えてもいいんじゃないかなと自分は思ってるんですね。ということで、常にゴールのイメージを、常にどっかにイメージしながら、今の自分自身の選択を、基準を、ゴール基準にすると。今の自分じゃないですか。ゴールを達成している自分だったら判断するかどうか。で、ゴールを達成しているのが相当先であれば、例えばもう、一生かけてゴールを達成していくんだ。そのゴール基準ってなかなか遠くて見えないよね。であれば、そのゴールを達成している、今から5年後の自分だったらどう考えるの？今から2年後の自分だったらどんな状況なのっていうのを、そのサブゴール的な、もしくは、その時間軸で手前に持ってきてエンドステート的に捉えてもいいと思うんですけど、どんな状況になってる、その自分だったら今どういう判断をするのとかっていうことでもいいかもしれないですね。ということで、常にゴール基準で判断をする。そしてそうするとですね、割とシンプルにこれはイエスって言えるというふうに思うんですよね。ということで、結構これは皆さん使えるんじゃないかなというふうに思いますので、